カラバーとはフリーオープンソースの電子書籍ソフトウェアであり、電子書籍を保存や管理を行うことが可能で多数のフォーマットに対応している。また DRM のかかった電子書籍を他のフォーマットへ変換でき、数種類の主な電子ブックリーダーと同期することができる。c o v i d ヤルはソニー PRS-500 が発売された2006年10月31日に、 リブプアーズ500の開発を始めた。主な着想が PRS-500 で Linux を使用できるようにすることだった。ゴヤルはモーブルレッドフォーラムのサポートを得てプロプライエタリーファイルフォーマットである LRF をリバースエンジニアリングした。2008年カラバーに名称変更した。カラバーは すべての商業的に関連のある現行ファイルフォーマットとリーディングデバイスに対応している。ほとんどの電子書籍フォーマットは編集可能で例としてフォントそのものやフォントサイズを変更したりコンテンツの自動生成テーブルを追加することができる。変換や編集は購入した市販品の電子書籍ファイルに施されている DRM を除去した後でしか行えず、 カラバー単独では除去はできないが無料配布されているプラグインをインストールすれば機能として追加できる。またカラバーはユーザーがメタデータフィールドで電子書籍のソートとグループ分けできるようにすることで個人の電子書籍ライブラリーを管理するのを助ける。メタデータは多くの異なるソースから引き出すことができる。自身のライブラリーから作者、タイトル、 キーワードでの検索も可能だが、全文検索にはまだ対応していない。電子書籍は、手動でファイルを追加するか電子ブックリーダーとの同期の、いずれかの方法でカラバーのライブラリーへのインポートが可能。オンラインコンテントソースも取り込み、変換することで電子書籍にすることができる。 この変換は、いわゆるレシピと呼ばれる Python ベースのドメインという言語で書かれた短いプログラムで行われる。電子書籍は USB 化統合メールサーバーを通して全ての対応リーダーにエクスポートできる。例として電子ブックリーダーである Amazon Kindle Family にパーソナルドキュメントを転送できる。ライブラリーのコンテントはホスティングコンピュータが動いている場合ウ Web ブ,ブラウザを 使ってリモートアクセスするこ,とが可能この場合、コンテントのソースから取り込まれたコンテントをプッシュことは通常の感覚で対応している。もし、ホスティングコンピュータが常時動いているわけではない場合、ホストされたカラバーのソリューションが助けることができる。この場合、ライブラリーにアクセスできないが、サブスクリプションはスケジュールに基づいて電子リーダーにプッシュすることになる。 もしくは対応デバイスとの組み合わせでは、カラバーの無線デバイス接続、またはコンテンツサーバー機能を使ってブラウズできる。このアプリケーションは Python と C で書かれており、フリーオープンソースソフトウェアとして GNU ゼネラルパブリックライセンス V3 で公開されている。カラバーによる外部コンテントソースの変換は供給されている E。 メールとウェブサーバーによるリモートアクセスを使った RSS フィードリーダープロトコルに対応している。ありがとうございます。